NSX は、ホンダ技研工業が生産、販売していた2シーターのスポーツカーである。本校では、NSX タイプ S、NSX タイプ R についても述べる。C30A 型エンジン運転席キャッチコピーは、アワードリームスカムトゥルー、緊張ではない、解放するスポーツだ。社名は、ホンダの新しいスポーツカー、ニュー、スポーツカーと未知数を表す。 X を合成させたニュースポーツカー X の略である。もともと第2機会1参戦を機に世界に通用するホンダの顔を持ちたいとの願いから発売された車でありバブル景気絶頂期の1989年に発表翌1990年9月14日の販売開始から2006年1月末までの16年間フルモデルチェンジを行うことなく製造され、 2005年12月まで販売された。価格は販売当初は1グレードのみの800万円に始まり、車両の改良や装備の追加などによる値上がりとカスタムオーダープランへの対応で900万から1500万円台となった。なおこの15年間は当時のスポーツカーの新車価格では日本車最高額だった。ホンダにおけるフラッグシップの役割を担っていたが、 NSX の生産終了以降はレジェンドにその座を譲った。エンジンを運転席後方にレイアウトし後輪を駆動するミッドシップエンジンリアドライブで当時市販自動車として類を見ない世界初のオールアルミモノコックボディを採用した。1990年にはこのボディ構造が社団法人自動車技術会の日本の自動車技術180線の車体部門で 合成解析により理想的な光合成設計としたとして選出されている。その特殊性から工場に発電所を併設したり、大工場での産業用ロボットによる流れ、作業製作ではなくエンジン同様、車両の生産は全て手作業で行っていた。このような特色と価格帯から日本車で唯一のスーパーカーと評された。日本での販売店はベルの店。 日本国外では、ホンダブランドのほか、北米では、ホンダの高級車チャンネルのアキュラブランドから日本名と同じ NSX の名前で販売された。欧米で2006年から始まる燃費、ハイガス環境規制への対応が難しいため、欧州向けは2005年9月末、北米向けは同年12月末、国内向けは2005年をもって生産終了となった。 ホッケンハイムリンクを走る NSX 初代の発売から6年半前の1984年、ホンダ社の得意分野である全輪駆動とは異なる。別の駆動方式をホンダ技術研究所が基礎研究していた際に MR 駆動方式の開発に着手したことが契機となる。開発責任者は先述の MR 駆動方式を開発研究していた上原茂が担当した。 操縦安定性を専門に研究していた上原の意向でハンドリングにこだわるスポーツカーを目指すことになり、軽量なオールアルミボディの採用など、当時の革新的な技術が開発、採用されるに至った。開発に関わったアイルトンセネ開発にあたっては、高級高性のスポーツカーが比較対象になったが、特にフェラーリの V8 モデルフェラーリ328を、 超える走行性能を目指して開発され、当時個体性能差が大きかった328をデータ取りのために何台も購入したと言われている。開発段階からアイルトンセナや中島サトルなど、当時ホンダがエンジンを供給していた、下位1チームのドライバーが1日のみ走行テストに参加した。車両をテストした彼らから、ボディ剛性の低さを指摘されたため、 過酷なコースレイアウトで有名なドイツのニュルブルクリンクなどでの走行テストを繰り返し実施したとも言われている。当時ニュルブルクリンクでの走行テストは、テスト車両のみを持ち込み走り込むというものが主流である。中で、サーキットにほど近いミューレンワッハ村にテスト基地を建設し、8ヶ月にわたり走行テストを繰り返すという姿勢で、開発に臨んだ。 その結果、世界初のオールアルミ製軽量光合成ボディが完成した。搭載するエンジンは様々な案が提案され、当初は軽量スポーツカーのパッケージング案から 2.0L の直列4気筒エンジンが搭載される予定だった。しかし、社内事情やアメリカ市場を見据えたリサーチなどから、 ホンダレジェンドのエンジン C27A をベースにした 3.0LV6 サイチェシーへと計画の変更を受けた。さらに同社 B 型エンジンに追加された新機構のビテックに対する市場の公表を受け DOHC ビテック化がなされた。DOHC 化によりシリンダーヘッドが大きくなることからホイールベースの延長を余儀なくされたがエンジンを傾斜させることにより 全長を3 0ト、mm、ル延長することで対処した。外見の特徴であるリアオーバーハングの長さの理由は2つあり、一つはマフラーをエンジンルームから遠ざけ、ルーム内の温度上昇を防ぎエンジン放棄類の寿命を延長すること、もう一つは空力性能の向上による高速走行時の姿勢安定性の向上のためである。副次的作用としてゴルフバッグが 搭載可能なトランクが用意され、スペシャリティカーとしても高い実用性を有している。当時のスーパースポーツの多くは、車中心の考え方で設計されており、運転姿勢や快適装備などで、ドライバーに負担を強いる部分が多数あったのに対し、本社ではそれを考慮して、ドライバー中心のスポーツカーとすることを目標とした。例えばスタイリング上の特徴に、 マイナス -16 戦闘機のキャノピーをモチーフとしたフロントウィンドウがあり、従来のスーパーカーと比較して運転席からの視界が良好である。実際に運転席からの水平方向の視界は311.8度ある。1990年に登場した。エンジンは前日の通り C30 アンペア型エンジンを搭載している。また、通常仕様のクーペから 快適装備を外して軽量化を図ったピュアスポーツグレードのタイプ R が1992年11月から3年間の期間限定で日本国内でのみラインアップされた。I 型 NSX1993 年2月に助手席、エアバッグ、シートベルトプリテンショナー及び5速マニュアル車に電動パワーステアリングがオプション設定された。 1994年2月に最初のマイナーチェンジが行われ、45、40扁平タイヤがオプション設定された。1995年3月に2度目のマイナーチェンジが行われ、ドライブバイワイヤや AT 使用車に F マチックが追加された。また、オープントップ仕様の Type-T が追加された。 タイプ RNSX タイプ R1992 年11月27日に登場した。エンジンは標準車と同じ V 型6気筒 DOHC、ビテック 3.0LC30A 型であるが、クランクシャフトのバランス精度や、ピストン及びコネクティングロッドの重量精度をより向上させ、レスポンスの向上が図られている。内部は、 約 120kg の軽量化が行われており、溶管性モーメントの低減や重心高の低下が図られ、サスペンションセッティングもサーキット走行を視野に入れた作りである。生産期間は約3年間だった。最終的に480台が登録された。何本来の SX1997 年2月にマイナーチェンジが行われ、 平成12年排出ガス規制に適合した。外観上は大きな変更はないが、MT 使用車のエンジンが新たに 3.2L の C32 バイト型に変更されたのと同時に、トランスミッションは6速 MT となった。日本国内販売のみ、MT 使用にスポーツグレードのタイプ S、従来のタイプ R に相当するものの開発、LPL を務めた。 上原茂に売ればさらにタイパーが持っている色気をなくしてハードにしたタイプ S0 がラインアップに追加された。3.2リッター化に伴う改良はフルモデルチェンジに相当した。なお AT 使用者はトルクコンバータの対応出力の都合により C32 バイト型エンジンの搭載は見送られた。1999年9月にはエンジンがさらに抵抗外化され、 2000年4月に平成12年基準排出ガス50%低減の U 低排出ガス車に認定された。この方から ABS ユニットの見直しが行われ、小型軽量、かつより緻密な制御の可能なものが採用された。NSX2002 年型2001年12月には、外観を中心にビッグマイナーチェンジが施行され、衝突安全性を高めるためという理由もあるが、 主に空力、そしてフロントの重量軽減を目的にヘッドライトを固定式に変更しフロントボンネット、フェンダー、サイドスカート、リア周り等が新たに改良された。このマイナーチェンジから半年後にタイプ R が復活した。また2003年10月の小変更では CD チェンジャー及びイモビライザーが標準装備化されるとともに 平成17年排出ガス規制に適合し、形式記号が LA なから ABA なに変更されている。15年以上にわたり生産されたことと、2006年に欧米で始まる最新の燃費、排ガス環境規制に対応させると、さらに採算が取れないため、2005年12月26日、限りで生産終了となった。 NSX-RNSX-R2001 年に行われた NSX のマイナーチェンジから半年後の2002年5月23日より発売した。2001年東京モーターショーで公開された NSX-R コンセプトが元となる。名称は I 型の NSX Type-R から NSX-R に変更された。 標準車からの変更項目は基本的に相型と同様であるが新たに空力性能向上による操縦安定性の向上が図られた。さらにボンネットやリアスポイラーの素材を CFRP とし軽量化もより進められた。これにより市販車で初となるマイナスリフトを実現している。2005年2月22日に最後の特別使用車、 NSX-RGT を発表した。3月22日までの1ヶ月間限定で、スーパー GT 参加のホモロゲーション取得用に5台限定で、販売され、価格は5000万円であった。総移転は、CFRP 製、エアロバンパーなど外観のみで、エンジン等の仕様は変更されていない。I 型と2型に続いて、ニュルブルクリンクのタイムアタックに挑戦し、 黒沢元春による運転で8分を切る7分56秒を記録している。1989年発表。NSX と S と X の間にハイフンが入っていた。エンジンには同社のセダンであるレジェンドに搭載していた C27A 横機 V6 サイチェシーを改良したものを採用とした。1990年の NSX 生産開始に合わせて アルミを電気溶接する際の電力消費を補うために工場敷地内に発電所を備えた専用生産工場を栃木県塩谷郡高根沢町にホンダ栃木製作所高根沢工場として建設した。当時の日本ではバブル景気が続いており、NSX は発売当初3年先まで予約の入る人気となり中古車が新車を上回る。 プレミアム価格で販売されるという現象も見られた。これに対してホンダは約半年で納車できるようにと製造工員を倍にしてのに交代体制を敷き、1日あたり25台の生産数を倍にする増産体制を取った。しかしながら直後にバブル経済が崩壊、発売翌年の1991年になるとキャンセルが相次ぐ事態となった。 生産台数は1991年をピークに減少傾向となり、販売開始から10年が経った21世紀以後の年間生産台数は日本国内外合わせて年間300台程度に下落した。2004年4月にホンダの完成車一貫生産構想に基づき、高根沢工場での生産を終了し、三重県鈴鹿市にある鈴鹿製作所の少量車種専用ライン、 TD ラインへ生産を遺憾した。一方、製造は完全受注生産であり、ほとんどを手作業で製造されることから納車には2ヶ月マイナス3ヶ月半を要していた。月間生産数はわずか10台ほどまで減少していた。2005年7月の生産終了を発表以降は、駆け込み需要で注文が殺到し、わずか1週間ほどで、 生産予定枠の注文数を満たしたことから早々に販売受付が打ち切られた。生産ラインは閉じられたが、経年者を生産工場に戻し、新車時の性能や質感を蘇らせる NSX リフレッシュプランが継続されている。大規模メーカー自らが行うものとしては、世界的に見ても稀である。バブル景気で予約が殺到した日本に加えて、 日本国外でも高い評価を得た NSX は日米欧で累計18,734台を販売、そのうち日本での販売台数は7,415台であった。うち6,000台余りが1991年以前の初期モデルである。現在の中古車市場における NSX の価格は2005年の生産終了前後から状態の良いものには、 高値がつくことも多い。2007年の段階で6600台ほどが現存していたという。もともとレース参戦用のホモロゲーションを考慮した車両ではなかったため、1990年の発表当初はレース活動には全く使用されず、エンジンのみが改造され1991年より3年間、アメリカのイムスサに参戦し、 キャメル GTP ライトクラスにおいてドライバーズ、マニュファクチャラーズの両タイトルを3年連続で獲得している。1992年の NSXR 投入以後からそれをベース車両として徐々に日本国内外でレース活動を行うようになる。1993年から2年間はドイツ国内レースのアダック GT カップに投入し、 BMW やポルシェラと戦い優勝もしたが、日本国外のローカルレースのために、日本国内ではそれほど話題にはならなかった。しかし、その車両を改良し1994年から3年間に、わたって、ルマン24時間レースに参戦した際は、日本人、レーシングドライバーも多数登用されたこともあって、日本国内においても、話題となった。1994年は、 ルマン24時間レースなどの耐久レースで実績を持つクレマーレーシングが参戦し、相次ぐ駆動系トラブルに苦しみながらも14、16、18位と全車完走した。1995年は GT1 クラスにワークスチーム、GT2 クラスにチーム国光と中島企画のプライベートチームが参戦し、チーム国光が GT2 クラス優勝を果たした。 1996年は GT2 クラスにチーム国光のみが参戦しクラス3位を獲得した。しかしこの年を最後に NSX はルーマンから去っている。ルーマン24時間レースに参戦したマシンはすべてイギリスの TCP が製造していた。1995年に GT1 クラスにエントリーした NSXGT1 は 車体剛性を高める目的でタルガトップの NSX-T をベースとして製作され、さらに高速走行時の安定を図るためにロングテール仕様となっており、3台中2台はターボエンジンを搭載していた。しかし、GT1 クラスはトラブルや深夜のクラッシュなどで全く成績を残せず、1年で姿を消している。改造範囲が限定された市販車により近い。 スーパー耐久にも参戦しているほか、全日本ジムカーナ選手権でも1999年2004年2005年に山野哲也がシリーズチャンピオンを獲得するなどの活躍を見せている。日本国外においては、ニュルブルクリンク24時間レースに2003年から毎年参戦している。1996年からは、市販車レース国内最高峰の全日本。 GT 選手権に参戦を開始した。参戦者年度は、ルマン GT に車両を使用したが、翌年より NGT 車両を使用した。そして、2000年には GT500 クラスで、2004年には GT300 クラスで、年度チャンピオンを獲得しているが、ミッドシップ車に対しての不利なレギュレーションに悩まされて、その後は良い結果が残せなくなった。 選手権の名称がスーパー GT となった2005年よりベース車両を NSX-RGT に変更した結果コンスタントに優勝を飾るなどして復調の兆しが見え2007年には再び GT500 クラスで年度チャンピオンを獲得したまた同年の開幕戦の公式予選にて伊藤大輔が1分49秒842を記録しそれは2014年に 車両規定が大幅に変更されるまで更新されることはなかった。しかしそれ以降は再度不利な状況が続き、2009年を最後にスーパー GT から撤退することが表明された。レーブリグ NSX、アルタ NSX、京浜 NSX、高田ドーム NSX、エプソン NSX などのマシンでホンダは出場してきたが、2010年からは新型車両、 ホンダ HSV-010 で参戦することとなった。シャーシエンジン NSX のパトカー NSX のパトカーが日本の栃木県警察高速道路交通警察隊に存在する。ホンダ技研工業から寄贈された車両。臨機格のオーディオスペースがないためサイレンアンプ、ストップメーターは助手席に装備される。警察車両では珍しく希望ナンバーでを 取得していた。2019年現在も、現役で、県内で、警察関係の啓発イベントがある際には必ず、出動、展示される。ありがとうございます。